まだ人通りの少ない午前7時、豊中市立桜塚小学校では警備員によって校門が開けられました。すると午前7時を少し回ったところです。まあ保護者の方とお子さんが校門から学校に入っていきます。 全国でも珍しいという午前7時からの校門開放、これは保護者たちの切実な現実に応えた取り組みなんです。豊中市に住む横井川太子さん 娘の穂花さんは小学5年生です。んですイベント企画などの仕事を行う横井川さんは、育児との両立に励んできましたが、穂花さんが小学校に入学して以来、生活スタイルに大きな変化があったといいます。 保育園は時間がね、6時半とかに開くし、7時まで預けれたんで、仕事が朝一で入った日は、さっきみたいに友達のところに行ってもらって、出たりとか、前日の夜からお泊まりで、友達一に <laughs> 預けたりとか、気使いをやっぱりお母さん、仕事で早い時もあったりする、うん 赤ちその時、何してるの。友達に連れてる。これが、いわゆる小一の壁と言われる問題。小学校に留学するタイミングで、保育園の時と比べて、子供を預けられる時間が減少。そのため、仕事と育児の両立が難しくなるのです。横井川さんも、小一の壁に苦しめられた保護者の一人です。 小一の壁は結構仕事をだいぶ減らしましたね。どうしてもやっぱそれでも仕事を出ないかの時は連れて行ってました。なら行こうか。夢出てた,でたまだ早い早い。よい。今回豊中市が校門の開放を午前7時に変更したことで、横井川さんの負担はかなり軽くなりそうです。<laughs> うこげるようになったんで仕事を早めます <laughs> 学校の中入ってくれる方が安心かなっていう吉原キャスターは今回、実際に午前7時から子どもを預けに来た保護者の方に話を聞きました。今までと 子供が一番最後の時は鍵閉めって出たりとかしてたんですけど、GPS でまだ家にいるって心配しながら、いつも見てたんで、もういってらっしゃいって言って、お願いしますって直に言える人がいるの、すごく助かります。妻の仕事を辞めるとか、そういったことも考えながら、ちょっと夫婦では話してましたね同じように7時から預けられるっていうことで、どうでしたそ,で、ね、そこはすごいありがたいですね。あの生活スタイルを変えなくて住むというところが 訪れた子どもは本来の登校時間である午前8時まで体育館などで預かる仕組みです教員の負担を増やさないよう配置されている見守り員2人は民間委託で校門の開け閉めも警備員が担います まあ、8時が、まあ、あの登校時間帯になるんですけど、少しちょっと早めに来られて、門の前で、ね、待たれてる児童が、まあ、あの複数名、まあ、いてました、勤務時間帯はあの見直しをせずに、まああの、教育委員会事務局において、そこは責任にあのおいて、全小学校で、まあ、一度やってみようかとしかし、保護者からはこんな声も。何かこう心配事とかはありませんか 見守り員さんはね、あのうん、心配っていったらあれですけど、どうだろう、子どものトラブルとか、子どもに対しての,その対応がどのくらいのレベル、うん、できてらっしゃる方なのかなっていうのは正直あります見守り員になるために、特に必要な資格はなく、豊中市教育委員会は、 何かあった場合は教育委員会が責任を負うとしています今回取材したサカルスカ小学校の校長は子どもたちや保護者の安心につながると歓迎する一方責任の所在についてはこう話します何かがあっても基本的に学校のあの責任ではないだろうなとは考えていますただ あのだからといって、何かが起こっているのに、まあ、知らん顔するとか、そういうことはやっぱり難しいだろうなとは思っているので、いやもう本当にそこはね、どういうふうにこれからなっていくのかなっていうようなことは、ちょっと心配はしてますこうした取り組みは全国に広がるのか、放課後の居場所の運営などをしている NPO 法人の代表は。 先生の負担なく設計したっていうのはとても評価されるところだとは思うんですけれども、やっぱり現実的には先生の負担に多少なるところがあるだろうと、人は誰を当てるのか、責任はどうなんだっていうところが懸念をされて、でこの朝の時間の延長っていうのがあの悩ましいっていうのは実情だと思います。どのように小1の壁問題と向き合うのか、学校現場で今後も模索が続きます。 はい、豊中市での取り組みを紹介しました他の自治体ではどうなっているのかこちらです、はい、校門の開放を早める予定はあるかと尋ねたところまず大阪府内の自治体教師の働き方に影響が出るのではないかどんな効果があるか注視していくとして現状、予定はないという答えでした。うん、続いて兵庫県内の自治体 コスト面や人材確保の手段などについて課題が多い現状、議論は進んでいないこちらも現状予定なしの立場です、うんはい、私、今日豊中市に行って、ま、取材をさせていただいたんですけれども、ま、子育てと仕事の両立が大変難しい中で1時間早く預けられることで生活スタイル変えずに済みましたという声が本当に印象的でした助かりましたという声なんですが。うん さん課題もあるわけですね。そうですね。実際の方も指摘されてますけど、まあ、コスト面というか費用ですよね、今回、豊中の場合はですね年間この活動に、えー、大体7000万円かかっていると。でまあ これがなかなか自治体によってやっぱりそれだけ財政的にゆとりがあるところとそうでないところでやっぱりできるところできないところが出てくると思うので例えばですけれどもあの放課後やってるあの学童保育なんかはあの利用者が一部負担、費用を負担していますよね、はい、ですからこれもまあ全額自治体の持ち出しじゃなくて例えば利用する人が一部まあ費用を負担するという,ような形になればですねもうちょっと他の自治体にも広がるんじゃないかなというふうに自治体のトップを務められました山田さん、この問題どういうふうにお感じになってますか。 あのまあ、非常にあの過渡的なものだと思いますね、うん、要するに7時から8時はこれは学校教育の中なのか、はい、でも学校教育のの外なのか学校側としては学校教育ではないという,う,にいいという形になっている、はい、で親としては学校に入れた、うん、この意識のずれがです、ね、問題を生まなければいいなというふうに思っていましてそうした面からははっきりとそこを区別するかそれともお7時から学校というものをやっていくのか、はい、そのためには あの資格を持った人を入れて安心安全に気を配るその代わりコストはかかりますよという形に持っていくのか将来的にはそうしたあのしっかりとした制度設計が必要になると思いますけどもまず一歩踏み出したということはやっぱり評価すべきだと思いますね。現状ただ指示に お子さんを預けなきゃいけないという社会もあるという中でこういった社会を変えていけるのかどうかこれ長い目で見て考えてお、ね、り自す。 通勤とかそうしたものを子育て家庭に対して配慮していってみんなが温かく見守る社会の中でねこういった仕組みができてくるといいなというのが理想論ではありますけどねうそういう意味では理想論かもしれないですが神崎さんその、まあ、勤め先の理解というのうす、ね、これはもうあくまで全部これ学校側に押し付けるのではなくて企業側がじゃああの遅く出勤してもいいですよとか、うん、まあ働き方の,この出勤時間の自由度をもっと広げるというのは本当は 両輪やと思うんですよね。ねまあ、保護者側、学校側のこれ、双方が安心に進めていくために、今ある課題をどうクリアしていくんでしょうか？関西テレビニュース youtube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。